こんにちは梶恵子です、えー、最近ですねあのー、まあそれはホテルでですけども女子大生が、えー、何かあのー、殺されたっていう報道があって、えー、よくね例えばあのマンションにつけあとか駅からつけられてねあのー、被害に遭うとかよくあのー、女性の一人暮らしの人とかね、あのー ニュースに出るんですけども、それをね、見ると事件を見るとねいつもね、あのホームセキュリティをね一人暮らしの女性は入れたらいいんじゃないかなっていつも思うんですねあのー、まあ、うちの中にいる時だけっていうことになるんですけどもあの安心感っていうのはすごくあって私があの田舎に家を建てた時にねあのホームセキュリティである足ですけどもある足入れたんですね でまあとで、あのーまあ、近所の人にね「そんなもうこんなとこいらないよ」って言われたんですけどその時はまだ分からなかったんで、まあ、あの安心のために入れたんですけどもねその経験であのすごくねホームセキュリティっていうのが非常にあのいいっていうのを体験したんですよね。例えばあの、えーっとね、すぐね本当にあの 何かちょっとね、あの、あれがある、異常っていうのがある。で、あの、その、何かあったわけじゃないんですけども、あの、海鮮の方で異常を、例えば停電とかね、そういうのがあったりすると、もうすぐ飛んでくるんですね。そして本当にもう、5分以内に、3分か5分以内に来るので、何かあるとき、本当に安心感っていうのがあって、まあ、一人暮らしのね、女性はやっぱりね、あの、夏なんかちょっと、まあ、まだ開けますけども、 開けたりもするかと思うんですけども、やっぱりあの1人であのー、マンションにね。暮らしてたりすると、情にちょっとあのまあ、危険もあるんじゃないかなと思いますね。そして、あのその本線ホームセキュリティの、えー、方がおっしゃってたのはその。そういうね。対策をしているうちには空き巣にしても入らないそうなんですね。っていうのが。 反対、えー、する人っていうのはなるべくね早くくくななるべくトラブルなくあのー、ことを行いたいたわけですねだからホームセキュリティっていうのはあの必ずシール貼りますね窓とかにセキュリティしてるとか窓とかドアとかにね貼ってるとあここはあのそういう警戒してるんだなと思ってわざわざねそれを破ってまで入るんだったらの他のね対策してない。 安全対策のないところにね、あの入るって言うんですね。だから確かにそうだなと思って、私あのー、昔ね若い人がうちに、えー、都会ですけどもね飛び込んできたことがあって、あのー、まあそれも玄関開けてたんですけど飛び込んできたんです鍵かけてなかった女の子が女性がですね、なんかあとつけられてるとか言って。 あのあの怖いって言って飛び込んできたんですぐ110番してそ、えー、したらパトカーがねその時にね、あのー、何台か来たんです、ね、2台か3台か忘れちゃったんですけどそれでそのね、あのーえー、お巡りさんっていうか警察官がねおっしゃったのは結局ね、あのー、そのによく抑止力一種の、あのー、そういう風にねいっぱいバーッと来るとあのー。 あなんかあの自分を逮捕されるんじゃないかって最初ちょ小さい気持ちでそのちょっとした気持ちでそのつけたりなんかしてたのがあここ危ないなと思ってそのあの引くようになるって言ってそ一種の抑止力になるからっっっておっしゃったんですねでそのセキュリティホームセキュリティの人もやっぱりその、えー、入ってるだけで抑止力になるから来なくなるっていうのを聞いてね非常にあの。 ななるほどなと思ったんですねそして、まあ、あの何回かあの、まあ、エラーで来てもらったりしたこともあるんですけどもそれで、まあ、あのけ警察官の人にはあの、まあ「この辺ちょっと重点的によく見回ってくださいね」ってそこあの女性がつ、まあ、けられたっていうので講演とかあるんでね「お願いしたら、まあ、巡回よくします頻繁にします」とか言って。 あのや,やってくれてたと思うんですけどもそういうね抑止力っていうのがあのホームセキュリティにもあるそうなので一人暮らしの方はねやっぱりあのー、まあちょっとお金かかりますけどね月に窓はねでも一人暮らしのお家だったら窓そんなたくさんないから安いと思うんですね。えーっとね 場所についていくらっていうか、まあちょっと見積もり取ったらいいと思うんですけど、だからもうどう入り口と、えー、ワンルームぐらいだったらまだ一つでしょ、それで安いと思うんですよ。一ヶ月にして、もう安全の必要経費っていうことでいいんじゃないかなと思いますね。まあ今国もね、あの防衛費を四十三兆とかなんとかって言ってね、私はねちょっとまず岸田総理もね。 下手くそだなと思うんですけど、ま国葬の時もね、えー、国葬しますって言って宣言するのは早いに買ったんですけど、国葬します。経費は国費でしますって言ったんですね。私それ聞いた時すぐね。あの、確かにね。経費は国費でするでしょうけども。あのそれをね。最初にポーンと経費、そしたらなんかね。経費する。だったらやめろみたいなね。 あ風潮っていうそういうねあのムードになってしまうだから下手だなと思ったんですね。でもう一つはねちょっと勘ぐったらね岸田さんはその、えー、まあ、国葬はするっていうことを言ってしたいってこう思ってるのかもしれない。本当に心からね国葬をきちっとやろうという意識があったのかなと思ったんですね。それはもしするんだったらね本気になったら国葬やりますって言って。 その費用をね一緒に発表しないと思うんですよ国葬国葬やります費用は国,国費で賄いますなんていうことに分かりきっていることですからあとでねこうこうこうして国民が納得いくような形で言った方がいいわけでしょそれを今回も防衛費を、えー増,えー、増額します、えー、それは税金で賄いますみたいなことを一緒に発表するでしょそうするとね 岸田さんは岸田総理は、えー、本気ではなくて防衛費出すっていう防衛費上げますよっていうその防衛費を上げろって思ってる人たちのために、まあ、言ったような感じそして反対運動反対反対って、まあ、国葬の時は反対反対がすごい出ましたよね国葬辞めろとか国葬やるなとか言ってねそして そんな経費使ううのは何とかっていう意見が出たのそれを分かっててそう言ってまあ免期して小さくしたっていうねそういう防衛費もね、えー、防衛費増額しますって言って、えー、経費は税金で賄いますみたいなことを言ってね、あのー、何かマスコミやらの国民がね反対するのを。 待っっってててののかかかななないいいうううそ私は思いました、ね、一番最初にその国葬の話を出た時にまずねそれ何にもその今の防衛費の話でも,もその時なかったんですけど国葬します国,あ国費でやりますて言った時にすぐそれを思ったんですけどもちょっとまあ下手なのかそれを意図してそうしてるのか分からないんですけどもそういうこと,しあの、えー、っと感じましたね。 であのやっぱりねあの、えっと、ホームセキュリティして自分でもあのそれをやってね窓に貼ってるだけで抑止力になるって言ったので、ね、本当にね安心感があって、まあ、何もな,かないんですけど今も今、ね、もう15年以上経ちますけども何もないんですけどもやっぱりね国もそういうあの、まあ、抑止力になる。 ホームセキュリティ、国のセキュリティっていうのはね、いるんじゃないかなと思いますね。まあ国のことは、まあ,あの国会が決めればいいことですけども、まあ、個人のねあの、特に女性ね、よくストーカーとかで、あの警察に相談したけど、えーとまあ、うまくいかなくては、その後殺されたとかいうこともね、何回かありますね、よく聞きますけども。 やっぱりね警察も相談するのもいいんだけど一緒にちょっとお金かけてもホームセキュリティに入ってですねそしてホームセキュリティいろんなあのあのあのプランがありますのでうちの中でこうするとか、えー、出かけた時のこうするとか病気なんかで倒れ一人暮らしで倒れた時にこうなるとかいろいろあるのでそのプランもあるので選べるようになっているのでね、えーと。ホームセキュリティ、えー まあ、セコムでもアルソクでも何でもいいですけども相談して、えー、自分の,あの、えー、いい方法で、えー、自分の身を守るっていうことをねしていただきたいなと思います私ちょっと、えー、この前ですねあの女子大生が殺された事件でそのホームセキュリティのことを思い出して、えー、ご紹介しましたご視聴ありがとうございました またチャンネル登録お願いします。